ズボン。あ、そうなんだ。マートさん、始まる前に一言。よろしくお願いします。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。こんばんは。すごいいいですね。綺麗ですね。今日は3月11日です、皆さんいろんな思い持ってると思いますけれども、まあ、今日は楽しんでいってください、最初に童謡1曲やってみたいと思います。夕日が背中を押してくるという曲です。
こういう感じでね、淡々とやりますんでね、あまりあれですよ、イエーイとかそういう感じじゃないですけど、ね、今日はしっとりとね、それぞれいい時間を過ごしてください。今日はですね、おキャンドルナイトですけれども、あの、僕の足元には機械がメラメラと光っております、ね、電気使わないでキャンドルやっときながら何やってんだと思ってる人もいるかもしれませんけれどもね、まあ、そういう、ね、機械を使って一曲やってみたいと思います。
しみりしみりさせちゃってますかね。大丈夫ですかね。僕はこう、まあ気がつきますと伊豆に住んで7年ぐらいになるんですけど、伊豆でいろんなことがありました。本当にね、思い返すといろいろありますけれども、でもこう伊豆に住み出したきっかけというのはやはりこう人が良かったのと自然が良かったので、そういう伊豆の風景をちょっと歌にしてみました。やってみたいと思います。そういう感じでもないかと思わないか。初夏ぐらいの風景を歌にしてみました。呼吸取り声だけちっI'm not afraid of the dark.
くつろいでくださいね。俺が固くさせて大丈夫ですかね。気がつけばね、早いもんですね。4年経ちましたけどね。まあ、あの日のことはまあ結構忘れられないっちゃ忘れられないですね。僕は落ち武者ハンスっていうところにいたんですけど、その頃から結構揺れたよね。すごかった、揺れたね。思い返すと、でまあそれからまあ個人的にこう東北の方とか行くこともまあよくありまして、いろんなところに行くんですけれど、なんか元気づけようと思って行ったら結局何も言えなくて元気づけられて帰ってきたみたいな日のことはとてもよく覚えていますけれども、そういう、でもやっぱり行ったって思うのは何でもそうですけれども、いろんなこう、なんていうんですかね、こう頭に描くことはたくさんあるけれども、結局できることはその場にある、例えば近くの人の友達との会話を大事にするとか、そういうことだったりすると思うので、まあそのコツコツ何でもやっていくことなんじゃないかなと思っています。僕はなのでコツコツという曲をやってみたい。やれることをやるだけ。
つコツコツとやれることやるだけコツ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 とやれることやるだけThank you.
チャンネルはそのままいいねいいねまあでもねやっぱねこうやってこういうふうにここで集まったのも何かの縁ですからね皆さんね楽しい、はい、話しましょう、ね、じゃあもう一曲やって休憩にしたいと思いますじゃあベン・ハーパーの曲を一曲カバーしたいと思いますダイヤモンド・オン・ジンサイドという曲
私が今は公園で子供といると遊んでる。彼女はただ気前のいい泥棒だったってことさ。彼女ダイヤモンド持ってた。彼女ダイヤモンド持ってるよ。そしてそいつを身につけてまた歩き始めたんだ。彼女ダイヤモンド持ってた。彼女ダイヤモンド持ってる。そしてそいつを身につけてまた歩き始めたんだ。ダイヤモンド。ありがとうございます。ちょっと休憩いただきます。それではですね、ここで一人紹介したいと思います。3年前に石巻の、ボランティアから、伊豆に移住してきました本高達也君といいます。これから、まあ、プロフィールは喋るんでささっといきたいと思いますので、声張って。聞こえないんだ。聞こえないよ。大丈夫ですね。それではマイクを渡したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、かっちゃん。はい。イエーイ。聞こえますかね、はい、僕の方。はい。すみません、皆さんこんばんは。こんばんは。はい。僕。ご紹介にお預かりしました。真面目か。はい、本高達也って言います。ですね、ちょっとお知らせをさせてもらいたくて、ちょっとお話をさせていただきます。今度、3月21日に、僕下田好きなんですよ。下田好きで、フライヤーあるよ。そんなな。そっち。そう、これを言いたくて考えた。下田好きで、本当3年前に移住してきて、すごい下田大好きになっちゃって、で、はい。で、今年1月からいろいろ、まあイベントとかをやっていきたいなみたいな活動をしていく中で、じゃあ好きな下田で。なんかやっていこうかなって思った時に、はい、思いついたのが高橋歩っていう本を書いてて、いろいろな活動してる人がいるんですけど、その人の、トークライブっていうのを今度3月21日にさせていただこうと思ってます。はい、なのでちょっとだけその高橋歩さんの紹介させてください。僕、高橋歩さんと出会ったのが本当4年前の 3.11 の時に、高橋歩さんは石巻、宮城県石巻、一番被害がひどかった石巻市でボランティア活動をしながら、なんかボランティアを受け入れるようなシステムを作ってくれたんですね。そのおかげで延べ2万5000人弱ぐらいの人が石巻だけで活動できたんですね。で、そのおかげですごい復興が進んだんですけども、そこで僕もそのボランティア団体に行かせてもらいました。で、そこで出会ったんですけれども、その時ちょっと飲んで話をさせてもらったんですけども、話した内容全然覚えてないんだけど、なんかもうエネルギー的にシンプルで突き抜けてたんですね。で、すげえ話してて、すげえワクワクしてドキドキしてたのは覚えてるんですよ。で、なんかそのワクワクドキドキのこの感じを、俺だけじゃなくて、俺の愛するマリコ、今腹の中に新しい命があるんですけど、その家族とも体感したいし、体験したいし、
っていうのが思いの始まりだったんですけども、そっからちょっとイメージが膨らんで、じゃあ下田の大好きなの、下田大好きなんですけど、下田の仲間と、はい、いやすごい大事なんでね、はい、下田の大好きな仲間たちとも一緒に体験したいな、体感したいなって思って、でそっからイメージがまた膨らんで、下田の仲間とよその人たちがなんかワイワイやってる感じをイメージしたら、ちょっと寝れなくなっちゃって、わかりました。はい、それでな、じゃあ歩さん呼ぼうかなっていう話になって、いろいろ相談したら、相談させてもらって、今度3月21日下田市の井沢中学校の体育館で、やらせてもらうことになりました。会場12時、開演13時からなんで、興味がある方は、いやもう興味がある方っていうか、ぜひ聞いてもらいたいですね、一緒に。はい、でそういうエネルギーをみんなと、なんか分かち合って、これからそうやってどんどん楽しんでいきたいというか、多分一人一人のこれからの生きていく中で絶対なんか面白いきっかけになる時間になると思うんで、よかったらぜひよろしくお願いします。すいません、お時間いただきました、ありがとうございました。フライヤーあるんで持って帰ってください、よければ。ありがとう、一言、お前の街か。僕の街じゃないです。ありがとうございます。アキラ君、アキラ君、急なお願いでありがとうございます。マート君、テングサの CD ここに置いてあります。アキラ君のキャンドルもここで物販してます。皆さんもよかったら、帰りがけに見ていってください。はい、それではグラスよろしいですか、手取っていただいて。それでは、東日本大震災、第4ゲートから送る明かり、歌、そして笑顔、これを届けたいと思います。すいません、東北はこちらの向きなんで、こちらの向きに向けて、献杯お願いします。それでは行きます、献杯。はい、ありがとうございます。もうちょっといいですかね。2年前に石巻のキャンドルナイトに行った時に、やってたことを見て、すごい自分も、感慨深いものがあって持ち帰ったつもりではあります。これを下田のみんなとできたらすごいいいなと思って、今日組み込んでもらいました。2時46分に、サイレンが鳴って黙祷もしたんですが、今回、東北に届けということで、ここから一度東北に向けて、黙祷を1分間したいと思いますので、お手持ちの携帯でしたり、飲み物は置いて、1分だけ、東北に時間をもらいたいと思います。それでは大丈夫ですか、セット OK ですか。はい、それでは、こちらなんで東北に向けて黙祷。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、それでは東北の食材、東北からお酒も届いてます。この後第2部が、マート君の演奏始まります。ちょっと時間を、取ってしまって、皆様この時間に協力していただいてありがとうございました。もう何も喋んないんで、あとは楽しむだけです。
それでは、マート君にバトンをつなぎたいと思います。よろしくお願いします。いろんなことを僕もありますけれども、そういう時いつでもやっぱりこうなんか自然とかを見てるとまあフラットになれるというか、まあ、そういう気持ちが僕はいつもあるので、そういう自然の歌を一曲やってみたいと思います。夕日の歌です。暗号つなぎ。
実はですね、あの今日じゃないんですけど、誕生日の方がいらっしゃいます。誕生日といいますか、まあ、僕らもそうですけれど、誕生日はこう生まれてきた日がこう誕生日になっているわけですけれども、そうやって新たにこう命を手に入れて降り立った子供があります。下田うたちゃんです。うたちゃんにハッピーバースデーをしてみんなで歌ってみましょう。いや、ちょうど奥さんから今出ました。スピーカーホンにした方がいい。じゃあ、はい、スピーカーホン、うたちゃんに送ります。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、行きましょう。せーの、ハッピーバースデー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 、はい、すいません、マト君、ありがとうございます。下田君、はい、キリ下田に住んでる下田君です。下田君の娘さんが誕生日生まれたんだよね。生まれました。うたちゃん、おめでとうございます。で、からの3月、今月15日は、実は今、皆さんの目の前でギターを持ってるうさんくさいヒゲの優しい声のギターマンのマート君の誕生日が3月15日なんですよ。実は今日11日だからね、あと何日かで36歳、ですね。おめでとうございます。ということでハッピーバースデーアゲインをしたいと思います。マート君、自分で自分でやんの。ハッピーバースデーマート、ハッピーバースデーマート、ハッピーバースデーディアマート。ケーキも作ったよ。達也の嫁さんのマリッペが作ってくれたんだよ。やーやーやー、ハッピーバースデートゥーユー。マート君、おめでとう、36歳。ありがとうございます。いつでもありがたいもんですね、誕生日というのは。大事にしていきたいと思いますけれども。それでは、何やろう。曲忘れちゃった。違う曲や。じゃあ、まあ誕生日ということですけれども、まあ、そうだ、じゃあそうですね、誕生日にじゃあ自分に向けてちょっと積極臭い歌を自分に歌ってやろうかなと思いますけれども。よし、これはある時に口ばっかりで何もしない友達がいて、その彼に作った頑張れよという歌を自分に向けてやってみたいと思います。あ、頑張れよ。
簡単なことで言う。
そういえば、ありがとうございます。一曲リクエストをいただいていたので、それをやってみたいと思います。これを聞いて懐かしいと思う方は何人ぐらいいるんでしょうか。名前忘れちゃった。なんだっけな。昔懐かしい曲を異邦人。待ってました。みんなね、ガヤガヤしてる。キャッチした。すごい。びっくりした。
っかくパーカッション、コウスケに出てきてくれたので、一緒に一曲やってみたいと思います。ゆらゆらというネパールで作った曲です。Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。やりとしてごめん。よし、ちょっとじゃあ気分を変えて違った感じのやろう。せっかくなんで、じゃあ、 今月が出てますよね。最近チラチラ、うちの僕の部屋からはこう太陽とか月が出てるとこう横にバーッと見えるんですけれども、寝てるといつもその光が差し込んで、月の曲を一曲やってみたい。It's only a paper moon。追いやりという
Bye.
トシ君ありがとう、本当に。皆さんの幸せな顔、ね、もう皆さん拝んでくださいね。からザイオンゲートもありがとうございました。今日はこうやって呼んでもらえて嬉しいです。アキラ君ありがとう、ね、じゃああとは飲みましょう。いいですか。飲んでないから調子悪い、続けて続けて。これからの決意はどうしよう。個人的な話で。3月31日に下田大和館を退職して、はい、ありがとうございます。4月からはちょっと東北に向けて旅をしたいと思います。今後とも大和館の肩書きはなくなりますが、トシタカギという人間をよろしくお願いします。お願いします。はい、もうそれではいいでしょうか。ダメです。まだちょっと待ちください。あと2分。では本当にありがとうございました。もう本当にありがとうございました。もうそれだけです。まだ、これから終わりじゃないんで楽しみましょう。あと投げ銭になっております。あ、投げ銭になっております。投げちゃえばいいです。はい、あの出演料等はいらないとマート君、アキラ君からの、ことですが、投げ銭になっております。よろしくお願いします。では、失礼します。トシ君、はい、はい、じゃあ寝たよ。ダメダメダメ、いつしか忘れられたおじの形見を差し心まで誕生祝いの。これ投げ銭入れてね。これありがとうございました。全部待ってくれ。伝わったんで、もう大丈夫です。もうまだだよ。誇りを指で撫でて自分が一歩負けばこれワンフレーズでいいんだよ。サビまでね。たまらなかったしまう歌が響いた。鮮やかによみがえる。沖縄じゃないんだ。あなたと過ごした日ささやかな愛しさでこの胸を突き破り、シドニー2015年シドニー頑張りましょう。私ここだ。あんたそこ。ケちゃんが。ねえ入ったみんな。ねえもう本当空気読んで入った。十、十八、七、六、五、四、三、二、一。オッケー。もう一枚。もう一回行きますかじゃあね。はいはい。心配だ。待って待って。こうだね。ありがとうございました。これがザイオンゲートスタイル。